皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は高市早苗さんが NHK 改革、これについて西日本新聞から取材を受けられておりますということで記事を紹介させていただきます。それではこちらトータルニュースワールドさんの記事になりますが、もともとは西日本新聞の記事ですのでそちらをご紹介させていただきます。それではこちら西日本新聞の記事です。こちらはですね、8月23日の記事です。 NHK は改革を、 BS 受動受信問題、高市前総務省と識者に聞くということで、で今回はこちらの記事と合わせてなぜスクランブル放送しないのか、そういった話題もお伝えさせていただきます。それではですね、この西日本新聞さんがあなたの匿名取材班という記事の中で、そちらに寄せられた NHKBS デジタル放送の受動受信問題、これはですね、共用アンテナがある集合住宅に住むと視聴したくなくても契約を求められるということで、これは2007年から問題があるということで総務省の会議で取り上げられるものの、 NHK は今も引き続き検討すると対応を先延ばしということで、もう14年も先延ばししてますね。でですね、今回なぜこの記事を紹介させていただいたかと言いますと、高市さんが今自民党総裁選に出馬予定となっております。もしですね、自民党の総理総裁となると、こういった棚上げになっている NHK 問題が一気に進むのではないかという期待がありますので紹介をさせていただきます。そして NHK はですね、見応えのある番組を合理的なコストで届け、契約に理解いただくよう努めると強調する。これは理解できないと思いますよね。そして NHK 改革を訴えてきた前総務省で衆院議員の高市早苗氏と公共放送に詳しい中央大の鳥居明夫教授に、改善策や BS 放送のあり方、それを取り巻く NHK の改革の必要性を聞いたということで記事を紹介していきます。まずは受信料引き下げ改革必要、高市早苗前総務省。2014年の総務省就任以降、 NHK 改革に取り組んできた受動受信問題についてどう考えるかという質問に対して、高市さんは、公共放送として国民の納得感が必要だ、集合住宅に引っ越したら設備があるからと BS 分の受信料を求められ、受信料も高い、それはおかしいとの多くの指摘がある。ちなみに BS 契約は年 26,040円と地上波のみの 14,700円とは大きな差がある。受信料を地上契約に一本化し引き下げるべきだと答えられております。まあ欲を言えばスクランブル放送をやってほしいですよね。そしてこの受信料改革を実現していくには、営業経費の高止まりの改善も含め改革を全て実行しなければならない。これはそりゃそうですよね。おそらくですね、この営業経費めちゃくちゃかかっております。というのは NHK は放っておいてもお金が入る仕組みになってます。家にテレビがあるだけでお金がもらえるというような楽な経営スタイルで、しかも受信料を払わない人には外注を使ってお金を取り立てに行かせる。そのお金がですね、こちら2017年の記事で、なんと年間734億円も経費として使っておりました。それが営業経費に含まれる。これはですね、スクランブル放送すれば全て解決するんですが、 NHK はそれを拒んでます。ちなみにどういうふうに拒んでいるかというと、こちらですね、こちら NHK のよくある質問集です。なぜスクランブルを導入しないのか、スクランブルをかけ受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、 NHK が担っている役割と矛盾するため公共放送としては問題があると考えます。またスクランブルを導入した場合、どうしてもよく見られる番組に偏り内容が確立化していく懸念があり、結果として視聴者にとって番組視聴の選択肢が狭まって、放送法が謳う健全な民主主義の発達の上でも問題があると考えます。
ということで、つまりですね、この放送法を盾に自分たちを守りたいということです。結局ですね、このテレビ放送の枠内で番組視聴の選択肢が狭まるので、それでは困るでしょっていうふうに NHK は言っておりますが、今はもうネットで情報を得る方がよっぽど早いです。ですので、もう NHK が訴える理屈に合わなくなってきているのが現状です。つまりですね、スクランブルを実施すると収入が減るというのは分かってるんです。収入が減ると今までやってきた放慢経営ができなくなるので困るということがよく分かってます。なのでスクランブルをやりたくない、こういったへ理屈ですね、何が何でもスクランブルをやりたくないというのが伺える内容ですね。ということで戻ります。それがですね、営業経費の高止まりになっているということになるので、スクランブルをやらない限りはいつまで経っても営業経費は減らないということになります。そして総務省時代、どんな改革を求めたのか、大臣となり受信料の高止まりや放送派の削減、子会社の非効率性など5つの課題をまとめ、改革の必要性を訴えてきた15年からは、 NHK もメンバーに入った放送をめぐる諸課題に関する検討会を立ち上げた、オープンな場で課題を理解してもらうことを重視してきたと語りまして、改革が進みつつあるようだということで、高市さんはそれまでは何度言っても取り合ってもらえなかったが、前田明信氏が20年に会長に就任し、課題を踏まえた改革が一気に進み出したということで、何をしたかと言いますと、こちらですね、地上波や衛星、ラジオでそれぞれ複数ある放送波を減らすと、建て替え計画が進んでいる東京渋谷の新しい放送センターの機材もスタジオも人員も減らせる。前田会長は就任後、ラジオ1波、衛星波をまずは1波減らすというところまで説得。放送センターは建物の建設費だけで1700億円、放送設備だけで1500億円とされるが、放送波さえ削減すれば費用を圧縮できるだろうということで、この一波減らすだけでおそらくこの放送設備も減らせますし、建設費も減らせるんじゃないかというところを言ってます。なのでこの前田会長が就任してから改革が一気に進んだと。それまでは全然進みませんでしたというレベルでした。基本的に NHK は放慢経営をしておりますので、自ら改革をするっていうことは絶対できません。だから圧力をかけないと絶対に経費を減らすことなんてできません。おそらく順番から言うと、国民が望んでいるスクランブル放送にするには順番は一番最後になるんじゃないかなと思います。そしてさらにですね、NHK はこれまで子会社を合併させても給与体系を高い方に合わせるなど非効率だった。これもむちゃくちゃですよね。だから自動的に受信料が入ってくる、そういった企業努力がいらない会社というのはもうどんどんお金が入るので、そんな経費を削減するなんて考えることもしないでしょうね。そしてさらに、子会社とは随意契約の比率が 90% 超に及ぶ、幅広く外注できるものもあり普通ではない。なので経費を減らそうと思ったら発注も安い方がいいじゃないですか。それをせずにわざわざ子会社を作ってそこに発注を出す、子会社を選んで発注するのが9割超に及ぶ。だから経費なんて絶対減るわけはないですよ。で、おそらく NHK を退職した人が子会社に入社してるんでしょうね。だから NHK は子会社が多いんですよ。そして前田会長から中間持ち株会社を設けて一気に子会社全体を見直す方式の提案があり、今年の通常国会に提出した放送法の改正案に盛り込むことができたということになっております。なので一歩進んでますが、実際にはですね、こちらですね、受信料を下げるための積立金制度導入の提案があり改正案に入った。ただ継続審議となり残念だということで、まだ国会の方ではですね、継続審議になっているところです。なのでまだ進んではいません。そしてですね、こちらですね、コストダウンの努力もせず受信料も下げず、
ネットでも民法を脅かすとなるとみんな納得しないということになりますね。そしてですね、先ほどの改正案というのは NHK で利益が生じた場合、一定額を還元目的積立金としてプールし、受信料値下げの原資とする制度を盛り込んだということで、余ったお金を積み立てて受信料の値下げに使うということになります。それぐらいお金が余ってるっていうことです。こんな放漫経営をしていてもまだお金が余ってるっていうことです。なので本来でしたら受信料はもっと低くできるはずですということですので、これスクランブル放送にすればですね、本当に安い料金で見れるっていうことにつながると思います。そしてですね、改正案ですが、こちらですね、 NHK はこれを踏まえ2023年度に値下げするとすでに表明、グループ会社の業務効率化を促進する再編成支援策も改正案の柱の一つだ。政府は今年の通常国会に提出したものの、継続審議となった来年の通常国会に再提出される見込みということになりましたので、もしですね、高市早苗さんが総理大臣になったとしたら、これはですね、改革は進んでいくんじゃないかと思います。そしてさらに興味深い話があります。こちらですね、役割見直しへ番組の点検をということで、この番組の点検っていうのがキーになってきます。2007年に総務省が NHK 受信料に関する有識者会議を設け、そのメンバーだったということです。受動受信問題は主要なテーマだったということで、有識者会議ができたのになぜ改革が進まなかったのかという話題です。当時 NHK も国も何らかの対応が可能だと考えていたようだ。しかし実際に議論すると、料金を払った人だけが視聴できるスクランブル化や市場契約との一本化など、受信料体系の抜本的改革が必要な難問だと分かったのが実態だろう。それで進まなかったということで、もう小手先の改革ではダメなので、スクランブルをするとか市場契約との一本化するとか抜本化対策しないとダメなんだなということで、実態を把握したので、それで進まなかったということになったみたいです。そしてですね、インターネットの動画配信など多チャンネル化が進んでおり、公共放送の役割は小さくなるのでは。これはそう思いますよね。そして高市さんは、チャンネル数が多くなっても同じような番組ばかりが放送される恐れがある、多チャンネル化時代でも民放だけでは提供されない番組を放送する公共放送の役割は残る、そしてここが重要な話です。一方で世界的に見ても強大な公共放送の英国 BBC では、番組などの業務内容や規模が公共放送として適正な範囲か国民的に議論され点検評価されている。 NHK も定期的包括的に業務内容の点検と評価が行われ、時代に合わせて役割を見直すべきだ。これですね、もう英国の BBC を見習ってですね、この国民的な議論と点検評価、それでですね、常に見直しをしないといけません。なので今 NHK はほったらかしですので、だから放漫経営になったり、放送の中で本来なら民間の会社の名前は言わないのにファーウェイと言ってみたり、中国共産党のことを称賛するような番組を作ったり、そういうことをしてしまっているんですよ。だから国民的な議論と点検評価、これが必要です。ちなみにこの BBC ですね、世界的に見ても素晴らしい稀有な放送局です。というのはですね、こちら見てください。こちらですね、こちらトータルニュースワールドさんからの記事です。BBC というのは世界で初めて中国のジェノサイドを詳細に報道したメディアです。なので真実を追求しているんですよね。そして先日中国で洪水がありました。で、BBC が取材に行くと、中国共産党は真実が報道されるのが嫌ですので、現地の人間を使って BBC の記者に嫌がらせをするという事件が起きました。嫌がらせをされるほど真実を報道しているということです。素晴らしいと思います。ですので、日本の NHK もそれぐらいやらないといけないのに、全然やっておりません。
ちなみになんですが、こちら見てください。なんとですね、日本では NHK を見るのに受信料が取られるのに、なんと中国向けに NHK は無料で700チャンネルも放送することが去年決まりました。去年からやっております。むちゃくちゃですよね。で、こちらに字幕があるので、ちょっとだけ見てみましょう。NHK 的中文网络平台花海世界从新闻ニュースからエンタメまで24時間ネットチャンネルオンデマンド番組も700本以上登録不要無料で見られるむちゃくちゃですよね。これって我々日本人が払ってる受信料で中国では無料で見られるっていうことですよ。我々がお金を払って中国人が無料で見ている。もうむちゃくちゃです。だからこうやって国民的な議論と点検評価今までしてこなかったので NHK の中に中国共産党員がいます。中国共産党の得意技は浸透工作です。中国共産党員というのを隠して相手の中に入ります。敵の中に入ります。で、そこでですね、真面目に仕事したり、評価を得ながら地位を得て、そしてスパイ活動と同じです。最終的には中国共産党を利するような形を持っていくということですので、それが今回のこちら、中国に対する無料放送。をしているということですよ。だから日本の情報をタダでインターネットで見れることができるということをしているんです。むちゃくちゃですよね。ちなみになんですが、こちらは自民党参院議員の山田博さんのツイートです。軍艦と強制労働の嘘ということで、この NHK が捏造報道した緑なき島という画像をですね、韓国がそれを使って国連に報告をしました。そしてですね、それを見たユネスコが遺憾決議をするというところまで発展してます。なので元は NHK の捏造報道、これが元でユネスコから非難を受けるというところまで発展しています。そしてこちらは参院議員の柳瀬博文さんのツイートです。NHK の給与は一人当たり約1100万円です。そして制作費は富士の 4.5 倍、そら経費かかりますよね、ということになってます。なのでこれらを含めて国民が点検評価する仕組みを作らないと、いつまで経っても高い料金を払い続けないといけないということになります。そしてさらにそんな高い経費を払っていても余剰金ができるというぐらいになってます。剰余金を3000億円ほど積み上げている NHK の運営をどのように見るか、高市さんは公共事業は効率的な運営体制で安価なサービスを提供することが望まれる。放送の場合、望ましい事業規模が明確でなく、事業規模も費用水準も肥大化しやすい。チャンネル数などを常に見直す必要がある。それはその通りですよね。そして総務省の役割は、高市さんは公共放送を含めて全ての報道機関には政府の監視が期待されるので、政府が放送事業に対して強い監督権限を持つことは望ましくないと考えるということでですね、全ての原因がここに集約されております。まずは報道機関というのは政府を監視することが期待されるということです。これはですね、 NHK も民放も同じです。だから政府が放送事業に対して強い監督権限を持つことは望ましくないと考えるので、それを逆手にとって NHK はどうせ政府は何も言えないので放漫経営をしてきたということになります。ということはですね、政府が言えないのなら国民なら言えるということです。国民が言える仕組みを作らないといけないということです。ここにですね、 NHK 問題を解決する鍵があります。国民が監視する仕組みを作る、それにつきます。そして高市さんは肥大化などの問題への対処でも基本的な考え方やルールの設定にとどめるべきだろう。理想としては政府から独立した委員会が設置され、そこで NHK 改革について議論されることが望ましいということで、高市さんは国民の声を聞くには政府から独立した委員会を作る、そこで NHK 改革を議論するということを言われております。ということで、こちらですね、ネットの声です。
受信料引き下げも良いと思うが、NHK が必要かどうかのそもそも論に踏み込んでほしい。これは言えますよね。もう肥大化しすぎて、給与が1100万円、ここまで来てしまってますので、公務員と比べてどうなのか、もうそこまで来ていると思います。そして NHK 改革できるのは高市さんしかいない。N 国党にも期待していましたが、今何をしているんでしょうかね。スクランブルにすれば終わり。見たいやつは金を払って見ればいい。スクランブルは災害時に困るなどというのは大嘘。災害時だけスクランブル外させればいい。これはそりゃそうですよね。ちなみに今はもうネットが発達しているので、わざわざ NHK を見る必要もないかもしれません。最近の報道といいますのは、災害があれば現地にヘリコプターを飛ばして空撮したりすることがあったと思いますが、もう最近はドローンを飛ばしたり、そしてライブカメラですね。河川にはライブカメラがたくさんついていますので、報道局でさえ現地に行かなくなってきていることが多くなってきてます。ですので、もうここまでしなくてもいいかもしれません。そして、ガー数が高市さんを変えて終わってしまった、ですよね。高市さんが今、総務省にいないというのが悲しいですよね。終わってしまったということです。そして、ガー数の大臣は外れだらけ、かっこ岸防衛省を除く。これはそう思います。高市さんは総理になって NHK 改革を進めてほしい。菅さんでは無理。というネットの声がありました。ということで、やはり NHK にはたくさんの問題が隠されております。N 国党やテレビ改革党などといった NHK を改革するぞという人たちも現れておりますが、やはりなかなか進みません。そして日が経つごとに NHK は我々の払っている受信料で高い経費を使い続けています。なので一日も早く高市さんに総理大臣になっていただいて NHK の改革を進めていただきたいなと私は思っております。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。